はい、お疲れ様です。もときチャンネルです。今日は後期2684年3月18日月曜日です。私のことをどう呼んでいいかわからない方は、私のことはもときチャンネルさん、またはもときさん、またはもときさんとでよろしくお願いします。なんだけにさんのバッチ、ブラウンリボンバッチ、北方領土奪還のシンボルバッチ。私の本籍地は国後島の国後郡両別村ラツコマン別1です。こっちかな、こっちか、見えるかな。ブラウンリボン町、拉致被害者全員奪還のシンボルバッジです。堀川ファームの帽子、堀川桃子ちゃんの実家です。非常に個人的なことになるんですけど、マサルちゃん見てる？マサルちゃん元気、まあはい、元気にしてるようですけど、近いうち電話するかもしれません。今日の題は、北海道陸上競技協会が登録料を連盟に支払わず、別の用途に流用かなと思います。それでは場面を変えます。帯広の森陸上競技場を背景に、音声上乗せでテレビがない我が家から、録音かなしたいと思います。はい、見ての通り帯広の森陸上競技場ですね。先に言えば、ひとみにいなさんが活躍している帯広の森陸上競技場、5、6年前では菅原博樹さんが大活躍していた競技場です。スカロワ様、800m の全中の優勝者なんですけど、現在は、日大、日本大学の2年生ですね。この春4月からは日大の3年生になります。はい、言い忘れ追加であります。日大の長距離選手では、私の世代では川内克弘さん、大牟田高校出身の方がおりました。はい、戻ります。中学校時代は800を中心に活躍して、高校の時は1500かなを中心に800も5000もやってたんですけど、今は箱根駅伝を目指して長距離で頑張ってるようです。年末12月30日かな、東海大記録会で 5000m14 分18秒04の自己ベストを出したようです。菅原さんが希望する、箱根駅伝までもうちょいかなと思います。それでは本題に進めます。北海道の陸上団体、一般財団法人北海道陸上競技協会、まあ、北海道陸競ですね、かっこ丸登るかな、会長閉じるが、預貯金を水増しし報告していたことが分かった。南部中辺記念陸上競技大会や小中高生らが参加する道内の陸上大会を主催する同協会だが、このままいけば解散という事態は避けられない。13年、まあ、2013年ですね、13年に7000万円あった預貯金も、恒常的な赤字運営が続き、資金不足を補うため預貯金を切り崩し、5年前にゼロになった。決算報告では、預貯金額を少なくとも4年にわたって1500万円水増しして記載していたことも分かったということです。北海道陸協が日本陸連に納めるべきだった登録料、2022年度分11,818人分、11,818人の選手の分、735万2500円が未納だったということですね。では2013年分はというと、これは丸登る北海道陸協会長の報告と謝罪についてという文章で、これ書いてあります。なお、2023年度は日本陸連の登録システムが新しくなり、登録会員の皆様が登録料を納めると、日本陸連、北海道陸協、地方陸協、高体連、中体連などの登録先にそれぞれ所定の額が自動的に振り込まれる仕組みとなりました。そのため2023年分の登録料は日本陸連に届いておりますと。この春の2024年でもかな、もう引き続き自動的に振り込まれることとなるようです。はい、ここでコマーシャル行きたいと思います。広告ですね、広告をどうぞと。はい、続きます。北海道陸協は組織的には日本陸連の傘下、傘の下ですね。
日本陸連は日本のことを嫌っているんですよね。詳細の説明は省略しますが、概要欄に私が作った動画、関連動画を添付しときますんで、ぜひ見てください。毎年4月かな。毎年、安別陸上競技場にて、南部中平記念陸上競技大会が実施されています。ネットの記事によると、この大会は、ここ数年は毎回100万円ほどの赤字になっているようで、資金繰りの都合や今回の事件により、今年の大会開催は危ぶまれているようです。まあ、2024年かの予定には、南部中平大会あるんですけども。つうか、これ、陸上の通でなければ誰も知らない南部さん、南部中平さんの名前がついた陸上競技の大会を、意図的に葬るための北海道陸競の作戦じゃないかと私は思いますがね、と。去年の5月3日に陸上競技の大会があって、一見皆さんが来てたんですね。ちょっとお姿は見ませんでしたけど、それを動画撮影して YouTube へアップロードしていいですかと、いいかどうかを、帯広の森陸上競技場の職員の人に聞いている動画がありますので、それを見てください。動画の撮影を YouTube へのアップロードいいかとか、ちょっと聞いてみます。すみません、YouTuber の元木さんと言いますけども、先週のパフォーマンス動画を撮影して YouTube へのアップロードしていいかどうか分かりますか？主に一見選手。ああ、ダメですね。ああ、そうですか。本人や家族と確認が取れてないのに、ああ、そうそれは、ダメですね。ちなみに、勝ち前、写真撮ってるんですが、あれはい、勝ち前の方は許可を取ってやってるので。ああ、そうか。ああ、待って、了解です。やっぱ本人の無断でっていうのは、やっぱり中学生にもありますし。ああ、そうですか。ありがとうございます。その辺は、勝ち前、つまりメディアはいいけど、私、つまり YouTuber はダメだったんですね。おととし、この帯広の森陸上競技場で北海道選手権が実施されたんですね。私は北連ディスタンスの方だけで手一杯で動画撮影はしなかったんですが、RCMT さんが動画配信してますね。北海道陸競からは動画削除依頼は来ていないってことですね。RCMT さんは主に札幌近郊で陸上の大会がある場合に動画撮影しているチャンネルですが、札幌陸競が2、3年前からは事実上の札幌陸競主催の陸上の大会では YouTuber の動画撮影はダメですってことになって以来、YouTube 活動は非常に困難なものとなりました。が、おととし、帯広の森陸上競技場で開催された北海道選手権の撮影のため、わざわざ帯広に来て、北海道陸競からのクレームもなく、無事に動画を YouTube にアップロードできたんですね。その札幌陸競の事実上の YouTuber 締め出し作戦はこちらです。場面変わります。まずは北海道陸上競技協会。これいきますか。一番上、ホーム一般財団法人北海道陸上競技協会。ほい。そしたら、ここに、加入地方陸協出てるんで、これを、ポチッと。そしたら北海道の、なんだ。これですね。映ってる？これか。札幌陸橋をポチッと。で、ここにいくつか出てくるんですよね。これ、映ってるかな？撮影、格好、写真、動画と、過去閉じる制限上に関するお願い、2023改定かな？これをポチッと。こういうふうにいっぱい出るんですよね。
どうしようか、撮影できる人。メディアも一応許可はいるんですけど、これどう活躍しても YouTuber は該当しないんですよね。やっぱりあの変な写し方する人がいるからこんなになるんですよね。とりあえず真面目には写して、それを見る側の自由ということで、写すときはちゃんと普通に写してほしいですよね。下の方、肖像権の侵害となる場合がありますと。これちょっと一字一句はちょっと紹介しませんけど、札幌陸橋の方にこうなってると。はい。で、去年私が北海道選手権を動画撮影したいなと、横線一番のお目当ては小玉あめちゃん横線。念のため、オホーツク陸橋へ問い合わせたら、なんと不可の回答でした。RCMT さんはいいけど、元木チャンネルはダメってことですね。学生、大学生ですね。北海道の学生の大会は、厚別の陸上競技場を使うことが多いようです。まあ、丸山の陸上競技場も使うこともあるようですが、で、その厚別の陸上競技場は札幌陸橋の管轄のようです。北海道の学生さんの中にも高橋祐介さんみたいな国内トップアスリートがたまにいます。私も若りし頃は足が速かったんですが、時代が時代なんでもちろん動画はありません。高橋祐介さんみたいな国内トップアスリートの動画を見る機会がなかなかないことを、陸上ファンや高橋さん自身はどう思ってるんでしょうか。次、毎年9月10月頃にディスタンスタイムトライアルって大会が千歳市の青葉陸上競技場で開催されています。私はまずは2020年に動画撮影に行ってきました。まだまだ売り出し中の田村さんがペースメーカーとしてノミネートしていたんですね。田村さんはもちろん動画撮影配信しています。それなのに北海道陸橋は私元木チャンネルに対してのみ苦情を言ってるんです。やっぱり肖像権がみたいなことを言ってたように思います。秋こうってチャンネルも同大会動画撮影してて YouTube にもアップロードしていますが、動画削除依頼は来ていないようです。タムジョーはギャラをもらっているから、まあ、北海道陸橋がタムジョーさんにギャラを払っているからの理由は分かりますがね。北海道陸橋は選手の人権や肖像権を守るふりをしていますが、ではなんで選手の登録料無能なのよって思います。あんたらは嘘をつくのが国技なのか。あんたら日本人を見下しているっしょ。選手の人権や肖像権を守らなきゃいけないから大会が開催できないようにしているのか。本当に迷惑な組織である。